どうもありがとうございます。では開けます。うわめっちゃ可愛いやんこの黄色。うわめっちゃいい赤やん。渋。これはコーヒーカップです。このカップは僕が大好きな神戸のビヨンドコーヒーロースターズさんっていうところのコーヒースタンドで使われてるカップです。多分今も使われてると思うんですけど、僕が前に行った時はこれを使ってました。今年はお正月の帰省を諦めたんですよ。もうこういうご時世なんで、でまあちょっとでも神戸に帰省した気分を感じられたらなと思ってこのコーヒーカップを取り寄せました。これ前から欲しいなってずっと思ってたんですけど、なんか全然探しても見つからなくて、ほったらかしにしてて、つい最近たまたまなんか見つけてしまって、折り紙っていう会社なのかな、うん、のカップなんですけど、10色ぐらいかな、結構いろんなカラーが揃ってたんですよ。でビオさんで使ってるの確かこの黄色ちゃうかったかなと思ってこの色買いました。でもう一つ買ったのがこの赤い色なんですけど、これがめちゃくちゃ渋い赤なんですよ。この色出るかな。イメージとしては80年代のアメリカのモーテルとかで使ってそうな、アメリカもモーテルも行ったことないんですけど、これは渋いっすよ。これもう僕詳しいことは全然わからないんですけど、ビヨンドコーヒーの文さんによるとカップによって結構味って変わるよっていう話だったんで、いや変わるんじゃないですかねやっぱり。そしたらこのおやつの方も、うんうんうん、美味しいってこれ。このシュトーレンは僕の北海道の友達がここ数年 3,4 年かな毎年送ってくれるシュトーレンなんですけど、これ小樽のオーセントホテルっていうところのシュトーレンです。これがまた美味しいんですよ。いやなんかこうやって会津の山奥に住んでても神戸とか北海道を感じられるっていうのがなんかすごい幸せです。あーうまいってこれ、うまいってもう何回目かわからんけどうまいって。